青く澄み切った美しい海が広がる奄美大島。奄美大島南部と加計呂麻島に挟まれた大島海峡。ここには数多くの湾が存在しています。そこは海の生物たちの楽園。そして外洋は奄美ブルーと呼ばれる透明度抜群の海が広がっています。海の中には元気なサンゴが魚たちと共に暮らしています。そして可愛らしい海の天使たちや探検気分が盛り上がる豪快な地形も。今回のウォーターワールドは大島海峡の豪快な地形と小さな生物たちを紹介します。地球の約7割を占める水の世界。地上と違うもう一つの世界。不思議な地形、ロマンあふれる美しい光景、魅惑の水中洞窟、数々の水中生物、そんな世界を案内するのは水中探検家広部俊明。毎回世界の水の中を共に旅をします。今回のウォーターワールドは南西諸島に位置する奄美大島、大島海峡にある2つのポイントを紹介します。地形の楽しい三角岩パート2と小さな生物の楽園赤崎。美しい光景に心が癒されます。さあ、魅惑の世界の扉を開きましょう。鹿児島県薩南諸島最大の島、奄美大島。日本でも佐渡島に次ぐ大きさを誇ります。船で奄美南部の町瀬戸内町コニアに向かいます。奄美第二の町瀬戸内町を拠点に今回はダイビングです。向かうのは瀬戸内町清水にあるダイビングサービス&ヴィラのゼログラビティ。海に面したロケーション最高のヴィラ清水とゼログラビティ、ワクワクしてきますね。出発です。コニアへ。港へ到着。2艇あるゼログラビティの船の小さい方で出発。今回一緒に潜るのはゼログラビティのガイド栗原さんと小滝さん。大島海峡を東に向かいます。奄美大島の南東端のポイントに向かいます。波が強くなってきました。外洋が近い証拠ですね。潜水部位を取ります。奄美では基本的にアンカーは禁止。
主なポイントは潜水部位が打ってあります。三角岩パート2、ここは三角岩という名前がついていますが、地形が面白いポイントです。サンゴの根があって、その下に、クレパスがあったり洞窟があったり、地形を楽しめるポイントです。それでは三角岩パート2にエントリーだ。砂地に根が点在している。ゆっくりと進もう。大きな根が見えてきた。ここがメインのポイント。尾崎さんと栗原さんの後について泳いでいく。ちっちゃなサンゴがある。指枝浜サンゴが群生している。魚たちもそこに群れている。海シダがきれいに咲いてるね。少し行くとサンゴの間にイソギンチャクがある。クマノミいるかな。でも今回の目的はここじゃないので、クマノミが出現する前に移動。いろいろなサンゴを見ながら進もう。穴があった。早速中に入ってみよう。結構ちゃんとしたケーブだね。砂を巻き上げないように進もう。赤い魚、アカマツカサの仲間。暗がりにいる魚は赤い色をしているのが多い。これも保護色なんだね。なぜかというと5メートル以下には赤い光はほとんど届かないので、色はわからないからだ。ゆっくり進んでいこう。ケーブの出口の青がきれい。そこに泳ぐハタンポの仲間。琉球ハタンポだろうか。ケーブから外に出る。そんなに元気ではないけど、いろいろなサンゴがある。サンゴ同士で縄張り争いをしてるんだろうか。指枝浜サンゴにアマミスズメダイが群れている。アマミの名前がついたスズメダイだね。尻尾が白いやつ。こちらはノウサンゴだね。少しカメラを水中に浮かして自分撮り。これも僕の得意技の一つ。一人で撮影する時が多いからね。少し進むと黄色い魚の群れが。名前は赤姫路。なんで黄色なのに赤姫路かというと、
釣り上げた時に赤く変化するかららしい。これも熱帯の海を代表する綺麗な魚だね。さっき来た道をゆっくり戻っていく。大きいケープがある。小田木さんを先頭にケープの中へ。光が降り注ぐケープ、幻想的な景色だね。この時は透明度があまり良くなかったんだけど、透明度が良くて光が出ていると、ここに光のシャワーが出てくる。今回もちらっと光のシャワーが。入り組んだ地形だ。少し探検気分に浸れる。暗がりにいる七線ウェラ、綺麗な魚。そして壁際に群れていたのはアオギハゼ。これもハゼの仲間。上を向いて泳ぐからアオギハゼなんだろうか。尾っぽの紫色がとても綺麗。このケープ、幾通りの潜り方もできる。ケープを出てこの根の周りを回る。サンゴが成長してきてるね。小さい穴を見つけた。入ってみよう。狭いな。ちょっとぶつかってしまったね。おっと、さっき光が照らしていた大きい洞窟につながっていた。こっちからも入れたんだ。さっき入ってきた道を今度は逆に行く。青がとても綺麗だね。ケープを出るとサザナミフグが休んでいた。ちょっと驚かしてしまったみたいだね。ごめんね。三角岩パート2。地形が面白くて、そして生物もたくさんいる。素晴らしいポイントだね。ゼログラビティの誇る大型バリアフリー船。広いですね。
なるほど。岸壁から車椅子のまま乗り込むことができます。船首にはスノーケリング用のスロープがあり、船の周りは車椅子で移動できるように平らで広い通路になっています。おー、本当だ、これは便利だ。驚くのはこの装置、これが車椅子の人がここで移動して、はい、で水面にエレベーター下げるんですよ。おー、すごい。でこれが降りるんですよ、こっち側が、うんうん、だからここら辺まで来たら浮くじゃないですか、はい、でこの下通って水面出て、はい、マスクとスノーケル、マスクとフィンまではここでつけといて、はい、で機材をロープで吊るしといて、はい、水面で装着してダイビングエントリーする。なんと車椅子に乗ったままエレベーターのように海の中に入ることができ、エグジットも水の中で車椅子に乗り、そのまま船の上に行けるんです。本当に至れり尽くせりの設備ですね。それでは次のポイントへ、小さな天使たちを見に行きましょう。赤崎は、砂地が広がっていて海底砂漠のようになっています。そこに珍しいハゼやそれから小さい生物たちが、います。それでは赤崎にエントリー。今回の目的は2つの可愛いハゼを撮影すること。小崎さんの後に続いて進んでいこう。エントリーしてすぐ根に大型のウツボがいた。ニセゴイシウツボだろうか。大きいね。ウツボは凶暴と言われていますが、こちらから手を出さない限り攻撃を仕掛けてくることはあまりない。むやみに手を出すのはやめよう。先へ進もう。砂地に海うちわが点在している。その横を泳ぐ蝶々魚、フライチョウチョウウオだね。さらに進んでいくと砂岳のエリアになっていく。そこにいたのはリュウグウベラギンポだね。繁殖期にはとても綺麗な色になる。さらに進むと砂が細かくなっていく。海底砂漠のようだ。すると小滝さんがライトを当てた。その先にいたのがまず1匹目、今回の目的のヒレナガネジリンボ。こういう小さいハゼを撮影する場合はゆっくり近寄ることが必要。2匹出てる。カメラを少し揺らしたら1匹引っ込んでしまった。でもここで諦めてはいけない。ゆっくり呼吸を一定に整えてゆっくり待つ。全身出ろ全身出ろと願っていたけど反対方向を向いてしまった。こういう時もある。もう一匹出てきた。しかし2匹とも向こうを向いている。今回は時間もないからここまでかな。次に行こう。小さな根がある。そこに群れていたのはゴンズイの子供。
砂地には不思議な生物、セミホウボウだ。うちわみたいにヒレを広げる。これも海底を歩く魚として有名だね。海面から砂地から生えてる。ライトをセットしてこの海面を見てみよう。小さなガラスハゼがいた。光を当てるととても綺麗だ。小滝さんが何かを見つけた。今回の目的の一つ、ヤシハゼだ。砂地にぴょこっと姿を出している。大きなカメラを置いて小さいカメラだけで近づいていく。この時に呼吸は一定にゆっくりと近寄るんだ。まずは遠くから撮影。ネジリンボウ族の中で唯一赤い模様が入っているハゼ、それがヤシハゼだ。さらに近づく。一旦引っ込んでしまったけど、またその場でじーっとしていると出てくる。こういうハゼを取るときは忍耐が必要だ。呼吸を一定にして動かない。もしカメラにストロボなどをつけている場合は、撮影した後画面をチェックするときは必ず後ろに下がって画面をチェックしよう。カメラを下に向けてチェックするとストロボが動き、それがこういうハゼを食べる生物の動きと似ているからすぐ引っ込んでしまうんだ。だいぶ近づけたね。全身が出るのを待っていたけど、もう潜水可能時間が近づいてきてしまった。今回はここまで。ゆっくり浮上、そして浅場で安全停止だ。この根にもいろんな魚がいる。こちらはカシワハナダイかな。さらに小さいイソギンチャクを見つけた。ここに小さなクマノミが。この赤崎、いろんな小物がいて本当に楽しいポイント。2匹か3匹に集中してゆっくり取るのがいいものが取れるコツだと思う。もう一つの世界、ウォーターワールド。本当に水の中っていいですね。今回の三角岩パート2と赤崎、いかがでしたでしょうか。地形とそして小さな生き物たち、可愛かったですね。それでは次回のウォーターワールド、お楽しみに。